はい、速稼塾の久保です。今日の FX の相場解説なんですけども、またちょっとね、分かんない動きしてるんで、すみません。今日の、ね、動きになると解説ちょっとできないですね。セルの方に向かうと思ったんですけども、やっぱりこうバイの方にも向かってまして、全体的にはセルなんでしょうけども、とてもエントリーポイントを探せるような状態ではないんですね。ということで、ね、今日はね、別のテーマでお話しましょう。それは年末年始の営業時間なんですけども、ちょっと今ね、画面で出てると思いますけども、これ XM 証券なんですが、取引時間ね、12月24日には18時50分に相場が閉まるよって書いてますよね、一番右ですよ。それから12月25日は取引がなくって、で12月28日から30日は通常なんですが、12月31日は18時50分に、終わるよってことです。それから新年1月2日から相場が再開するというふうに出てますよね。でそれに対応してカスタマーサービスの時間も図のように変わってますので、ここを確認していきましょう。今日はね、それだけです、放送は。今年の1年本当 FX すごく勉強になったなと。それこそね、 FX のチャートって人の心理がそこに現れてますから、とかく人の気持ちをね、考えていくということに、いろいろと気づかされることが多かった、そんな1年だったかなと思います。さあ、それではね、あと24日25日、明日明後日とありますけども、明日は早めに終わっちゃうんでね、本当12月ってあまりないでしょ、それからあと土日が挟まって28日から30日のたった3日間しかないわけですよ。だから正味もう今年のもう相場は終わりです。今日こういうふうな形でちょっとなーっていう日が、予測がつかないなーっていうことが、私の場合は見て取れましたんで、ここでね、今年はもう1年締めようかと思います。ただやっぱり、年末ギリギリの際の暮れのね、相場を見ていきたいんで、解説の方は続けますけどもね、それでは12月の31日まで、まだもうちょっとあるんですけども、放送がない日もあるかもしれませんが、そういう時はね、なんかこう、こぼれ話を、思い出話をこうやって私がトークしていきたいと思います。皆さんからのね、ご質問もありましたらお答えしますので、合わせてよろしくお願いします。では、FX の基礎講座の方も、いよいよ大詰め第4章になりますよね。第4章はそんなに長くないんですけども、まとめと総括、それから今までね、話しきれなかったことを話していこうかと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。新年は FX でね、しっかりと稼いでいきましょう。それでは、いってみます。